はい、どうも皆さんこんばんは、おじいです。本日はトリドリというゲームでね、遊んでいきたいと思います。皆さんも一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。というわけで、本日のゲームは、間違い探しですね。以前一度やったことがあるんですけども、こうやって収録するのはね、多分初めてだと思いますので、ゆっくり楽しんでいただけたらいいなと思うんですが、今日はゲストさんに来ていただいております。ミントさんです。よろしくお願いします。こんにちは、ミントです。よろしくお願いします。お綺麗な声で。いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、いつも思ってましたよ。ありがとうございます。めちゃめちゃ透明感ありますよね、声。あ、そうですか。なんかまあそう言っていただけるととっても嬉しいんですけど。いや、めちゃめちゃ羨ましいです。透明感のある声、憧れるんで。ありがとうございます。今日はミントという名に恥じないこう爽やかさで。いやもう全然恥じてないですよね。生きていけたらなと思います。ああ、生きていけたらですか、結構深いですね。はい。もうやっていきますか。お願いします。ちなみにミントさんは異変っていうか間違い探し的な好きやったりしますか？いやー、あんまりゲームとしてやったことはないんですけど。マジですか。はい、8番出口とかぐらいですかね。あ、ほんまの異変探し系ですね。ちょっとホラー感のある。はい。今日のはめちゃめちゃファンタジーなんで。そうなんですね。ゆったりやっていきましょう。とてもありがたいです。グラフィック的にもね、すごい可愛らしい絵というかね、映像的なものが多いので。そうですね、なんかこうおもちゃの世界みたいな感じで。本当にね、ジオラマを見てるような感じで。確かに。左が正解で。右が間違ってるんやったかな、まあそういう目線で間違いを見ていっていただけるといいですね。これってあ、こうやって動かせるな。どっかなんか気になる部分とかあったら言っていっていただけると早速ね、私見つけました。お、どこですか？左のテーブルみたいなやつの上のなんか白いやつ、これですね。これどっちだっけな、こっちだっけな。あ、いけましたね、いけましたね。あ、いけた。なんか斧の形が違うみたいですね、これ。本当だ。なんか白い箱かと思ったらこれ繋がってんですね、ね。僕もちょっと分かんなかった。なんか右側のやつ分かれてるような、なんかね、お皿割れたみたいなですね。ね、見えてましたけど実は斧でしたね。これどこなんだろう、港じゃないよな。でも港っぽいな。ぽいです ね。船が。海とか好きですか？海ね、まあ嫌いではないんですけど、あんまり行く機会がなくて、家のすぐ近くとかに海ないんで。あ、ほう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 。そうなんです。最後に海行ったのいつかなって感じなんですけど。あ、その感じ。はい、僕も夏になると行きたいなとは思うんですけど、ね、なりますよね。はい、僕奈良県なんで海ないんですよね。はいはい、めっちゃ遠いんですよ。例えば海行こうってなったらどれくらいかかるんですか、時間的には？海水浴で考えると2、3時間とかかかります、車で。じゃあ結構なんか気合い入れないといけませんね。そうなんですよ。もうちょっと小旅行気分で行かないと。そこまでは遠くないですか、海行くの？そうですね、多分1時間半とか2時間かかんないでいけるんじゃないかなと思いますね。いいな。ちなみにゴリゴリ泳ぐ方ですか、それともゆっくりする方？いやー、できれば見てるぐらいでいいです、ね。あ、見てるぐらいで、ね。まあ、僕も実はビール飲みに行ってるようなもんなんでね。あまあ、海辺だとあれですよね。磯焼きとかあったり、あ、そう。美味しいものもありますからね。そうなんです。そこが味噌ですね。うまいビールを飲みに行ってるようなもんですね。ミントさん飲むんですか？いや、あんまり。あんま飲まない。あ、なるほど、なるほど。そうですね。多分弱くはないんですけど、すごいお酒の味自体がそんな好きじゃなくて。あ、なるほどなるほど。甘いやつになっちゃうんですけど、ジュースみたいなやつだったら飲めるんですけど、いやだったらジュースでよくないって思っちゃう派なんです。あ、いやめちゃくちゃわかりますよ。めちゃくちゃわかります。確かに確かに。いやそりゃそうですよね。高いですしね、お酒の方が。いやそうなんですよ。ちなみになんだかんだで、まあ確かにねジュースの方がええやんってなりますよね。うん。僕一個見つけました。あ、本当だ。すいません、喋りながら見つけてしまってました。いやー、すごい。あと、あ、これあれですね、右下の5個あるってことですよね、はい、この中に間違いが。あ、そうですね、そうですね。実は僕、右下の画面が見えてないんで、教えていただけると。あ、本当だ。あ、一回今ね、画面共有の方で見ました。5分の2になってます。なってますね。はい。だからあと3つかな。どんどん難しくなってはいくと思うんで。なるほど。はい。あ、私ね見つけましたよ。どこですかな。この今カーソルがある左の方の、はい、なんか望遠鏡みたいな。はい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 。あ、確かに確かに。ちゃいますね。やったー。ナイスー。いいですね。いやこんなゆったりと間違い探しをしてるのは本当に久しぶりですね。基本ホラーなんで。あ、そうなんですね。そうなんですよね。もうキャー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 言いながらやってますね。いやホラーの動画をよく上げてらっしゃるなっていうのはツイッターとかで見てるんですけど、いかんせんホラーそんなに得意じゃないので、あ、知ってます。知ってますよ。チラ見するぐらいで、おわ今回も怖そうやなあ、すごいなと思って今そんなミントさんを最初はねホラーでお誘いしたんですけど、はい、実はミントさんの配信を見る限り、あ、これはダメだと思って変えましたゲームをね。うるさいだけになっちゃうかもしれない。いやうるさいのは ねいいですよ、全然。ただメンタルやられちゃうとあれですもんね、問題があるので、はい、新幹線ゼロとかそれぐらいのレベルのホラーだったらいけるかもしれない。あれホラーに、あれはホラーじゃないっていう説がすごいあるんですけど、そうですね、くくりとしてはホラーなんですけどね、一応くくりはね、はい、なんですけど、まあでも優しい方ですよね。ちなみに私は自分の配信で、はい、ああすごい、すいませんね、一個見つけちゃいました。自分の配信で何すか？自分の配信で月に1回ホラーゲームをやるっていうのでやってるんですけど、それでそのホラー枠で新幹線ゼロやったら、いやこれはホラーじゃないだろうっていうツッコミが結構あったので。え、そういう場合ってどうするんですか？他にまたホラーゲー配信枠作るんですか？いやホラーです。今月のホラー枠はこちらですということで。なるほど、押し切るタイプなんですね。はい。かっこいい。そこで負けないところがいいですね。はい。いやそれだったらホラーまたやりますっていうタイプだったらね、結構辛いですもんね。はい。独裁政治で。ああ、独裁なんだ。はい。全然イメージにないですけどね、独裁の。意外に独裁なんですね。え、どこ？その右下に見えてる木の元の看板。おお、本当だ。よう見つけましたね、今の会話中に。ちょっと待ってくださいね、寄りすぎてしまった。右端にある背の高い木の。はい、ちょっと待ってくださいね。操作が下手すぎて。これね。ゴミ箱の近くの、はい。こいつですね。はい。ナイスー。やったー。これで一旦全部かな。あ、10個になりましたね。増えました。あ、本当だ。なんかこういう風に増えるんだ。そうなんですよ。なるほど。可愛いでしょう、絵がね。可愛い。どんどん難しくなりますからね。確かにこれは難しそうですね。そうなんですよ。パッと見今んとこ見つかってないですね。まずはちょっと遠目で見つつですね。はい。ちなみにミントさんマイクラとかもやるじゃないですか。はい、マイクラとかもっていうか、マイクラのイメージだったけどそうですね、マイクラもやらせていただいてます。ちなみにマイクラは長いんですか、歴というか。いや、そうでもない。2000、うん、いつからだろうな。あと1.マインクラフトってバージョンがあるじゃないですか。今 1.20 とかだと思うんですけど、あれが 1.18 になるかならないかぐらいからだと思うんですよね。ああ、じゃあ僕似てるかも。僕 1.17 16か17の境目ぐらいなんですよ、僕。銅が追加されるぐらいのそこら辺の境目で、その時に再開したって感じで。あ、なるほど。もともとはもっと前。あ、そうなんすね。買ったのは2016年とかかな。大先輩じゃないですか。2015、2016とかに買ったのは買ったんですけど、その時、全く一人で始めたし、あんまり調べたりしないでやってたんで、なんか遊び方よくわかんなくて、なんかよくわかんないなって思ってやめちゃって当時はパソコン PS4 とかぐらいでしか遊べなかったんですけど、統合版ができて、でスイッチでやってる友達にめちゃめちゃ楽しいから一緒にやろうよって誘われて。で、友達と一緒に始めたらめっちゃ楽しくて、いい出会いっていう感じで。じゃあお友達に感謝ですね。そうなんです、でそこからはケイポンさんに出会い、動画投稿やりませんかって誘われて始めみたいな感じで。いや、ぴったしでしたよね。ケイポンさんの先見の明があったのか。そうですね。ハマりましたね、動画の方も。いいですね。素晴らしい出会い。とてもありがたいです。でも一番は、昔勝った自分と、もう一度出会わせてくれたお友達に感謝ですね。そうですね。本当に。すごいタイミングってありますもんね。っていう話をしつつ1個見つけました。すいませんね、お酒いただきました。私も見つけましたよ。何、どこ。この家に干してある皮みたいなやつ、これ。あ、本当だ。でかさが違う。本当だ。すげえ、ナイス。ここはカットしとこう。なんで使ってくださいよ。基本的に僕は自分のええとこしか使わないようにしてるんで。いや、じゃあもういっぱい見つけてきますね。めちゃくちゃ動画時間短くなるんでしょうね。収録40分ぐらいあって動画2分ぐらいになるかもしれないですね。もうほぼ挨拶みたいな感じですね。そうですね、挨拶の始めて終わりで、見つけましたので。ちょっと伸びましたね、動画時間が。すごいな。どうやったらミントさんの邪魔をできるかばかりを考えてますからね。雑談に話を振りつつね。これはあれですね、取れ高を奪い合う戦いということですね。そうですね。あと何個だ？あと2個ありますね。あとね、2つですね。ありました。何どこ。このテーブルみたいな上の、この松明みたいなやつの向きが。これ。それです。これ本当だ、逆だね。これ喋るかな。喋るっぽいですね。そうかも、確かに。ちょっと待てよ、あと1個しかねえぞ。やったー。やっべえ、そのやったーの言い方めちゃくちゃ可愛いですね。やったー、今度よ、僕も。これよくね、モノマネされるんですよ。されそうな感じですよ。いいな、僕もそういうの欲しいな。モノマネされそうな。したくなっちゃうような。作っていきましょう。作っていきますかね。作っていきましょう。とりあえずやったーもらおう。まずパクるとこからね。そうですね、何事もね。そうですね。真似事から。まずはね。どこだ一個。喋りながら今必死にあと一個探してますから。いや僕も必死で探してます。すごいなるべく画面を離しつつね。確実の僕の方が得なんでね、ゲーム画面としては。いやまあ確かに。でも見えてるものは一緒ですからね。そうっすね、そうっすね。このディスコードの画面共有とのタイムラグを利用して僕の方がちょっと早く見えてますからね。そうですね、まあ一瞬早いですからね。くっそ、わかんねえ、なんでだ。いやわからない。なんだ。ちなみに私もわかってないです。くっそ、絶対見つけて。なんだ、わかんねえぞ。いやー、もしかしたらすごい微妙な違いかもしれないですからね。でこの横からこうやって見たりもできるんで、ああ角度的にね、そう角度的な部分で見えてないのがあるのかも。やばい、ヒントを与えてしまうかもしれない。これ角度はおじいさんのこうさじ加減ですからね。そうですね、そうですね。見つけてても見えないようにする可能性はありますよね。隠しておいて。そうですね、綺麗に隠し、こう画面に見えないように こんな感じで隠していく可能性はありますよね。なるほど。多分こっから向こうはさっきまでの画面だからここか。そうですよね。多分こっち側はないと思うんですよね。その鎧の銅像みたいなやつはありましたもんね、さっき。ありましたよね。はい。これよりこっち側でこの辺ちゃんと見てないからちょっと怪しいかな。確かに。まあ負けたくない。今のところ全く。いや僕も分かんないんですよ。いやここまで難しくないんですけどね。ちょっとね、家の裏とか見てないんで、もしかしたら家の裏がありえるかもしれません。ちょっと横向きにしつつ、ちょっと引いて。こことか怪しないですか、この魚のとこ。いや、怪しいですよね。いや、これ以上寄れないな、でも。見つからないですね。異変なし、よしですね。なし、よしですね。指差し確認用紙ですね。資産故障していきましょうか。声かけ第一ですからね。そうですね。安全第一でいきましょう。何の。ご安全に。めちゃくちゃ乗ってくれる。ずっとボケ合うかもしれない。ツッコミがいない。確かにどうしよう、これは。マジでわかんねえ。どこまでも。いや、わからない。どこまでもボケ続けるパターンの成り立つんでしょうかね。それで果たして成り立ちますよ。成り立ちますか。成り立ちます。まあ成り立たなかったらカットです。そうですね。そう、動画のおじいさんの編集に頼って。そうですね、強みを生かしていきましょう。その辺はよろしくお願いします。ちょっとあの動画ボツになったんすよって言うかもしれないですけど。そしたらまた新たにね、撮り直せば。じゃあ今度はあれですね、やるとしたらミントさんが過去にやったホラーゲームを、うん、僕がやりながらミントさんが画面共有でヒントをくれるみたいな。なるほど。そういうのもいいかもしれないというところで僕は見つけました。ありがとうございます。よっしゃー。よっしゃー、いけたー。悔しい。あ、この面はクリアですか？ぽいですね。クリアっぽいですね。よし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 。いいですね。ちょうど良いですね、これは。ちょうど良いでしょう。これ配信とかでもね。今これ結構、中盤のステージなんですよ。なんでもしね、気に入っていただけたら配信とかでこう視聴者さんと一緒にこれどう思うとか言いながらやってみるのもいいと思いますよ。そうですよね。楽しそう、みんなでできる。ただ僕はやっぱホラーに寄ってしまうのでね、うん、物足りなくなっちゃうんですよ。ホラーゲームがお好きなんですか？好きです。ああ、そうなんですね。でもマイクラも好きですよ。こういうなんかポップでファンシーな感じも好きなんですけど、やっぱねホラーゲームが好きなんですよね。ホラーゲーム苦手だと伝わらないかもしれないですね。そのホラーゲームの私が苦手な要素はそのびっくりとか、ちょっとグロいとか、あと暗い、そもそも暗いのが怖いとかあるんですけど、画面自体がね、そうそういうところが楽しいと思えるということですよね、きっと。びっくり要素に関してはびっくりします、ちゃんと。平気とかではないです。で、怖いなとも思うし、暗えなとも思うんですけど、それ以上に僕ね、ホラーゲームの好きなのは、まあ、使われてる音楽だったり、効果音だったりとか、ストーリーとか。だから、まあ、大体、結末、気持ちよくない終わり方したり、なんかね、後味悪い終わり方するけど、そこを考察していくのが好きなんですよ。ああ、こういう人は、こういう目にあったのは、こういう理由があったんだね、とか、そういうのを勝手に考察するのがね、昔から好きなんですよね。しかもそれを視聴者さんと共有しながら、こうだ、ああだ、違う、どうのこうのって言いながらできるっていうのが、なるほど。そうなんですよ。だから怖いのが大丈夫ってわけではないんですよね。怖くて、怖い怖い、もうやめたってならないんですか？ならないです。無理、もうやめた。怖え、くそ、なんだ面白えってなるんですよ。ああ、なるほど。こんなに怖いゲームを作れる制作者すげえってなっちゃうんですよね。なるほどですね。ちょっとそこは私が修行していかないといけない部分ですね。いや、ぜひね、最大音量でイヤホン、まあヘッドホンでやっていただけるといいと思いますよ。もうなんか幽霊の吐息まで聞こえるぐらいのレベルでやっていただけると。はい、そうですね。前向きに検討します。あ、絶対やんねえ。絶対やらない人の答え、それ。あ、でも見つかりましたよ。見つかりました。実は僕も1個見つけてるんですよね。はい、ちなみにどれですか？ちなみに、なんか買ってる、レジの横に置いてある箱の帯の色。レジ台の上に。レジ台の、これ、これは気づかんかった。やったー。くそー。僕はね、ここなんですよ。これ、あ、床、そう、こっちないんですよね。すごい。やったー、やったー。くそ、勝てねえ。やったーの声が勝てねえ。まだ息切れてないところがあるな。やったー。いや、違うな。あの透明感が出ねえな。くそ、やっぱミントさんのものだ。あ、そうね。チューニングしとかないと。ダメですね。頑張ろう。もっと近づけるように。ちなみに僕ね、さっきちらっと一個見つけたっぽいのがあったんですよね。ただどこかわかんなくなっちゃいました。あと3つありますからね。お、わかったー。カートが3つありますね、これ。あ、ほんとだ。こっちは2つ。実は、さっきミントさんが、カゴの、あ、じゃあこの箱のって言ってたでしょ。うん。この時に、なんかね、あ、この窓際にタイヤが3つ見えて、こっち2つしかなかったんですよ。あ、ほんとだ。それのおかげで見つけれました。ありがとうございます。そういうことですね。あと、あ、これで終わり？あと2つか。もう気づいてません。いや、私も。あ、そういえば、ミントさん、車とか乗ります？はい、車ね、乗ります。お、いいですね。結構好きな方ですか？まあ、嫌いではないんですけど、もう田舎住まいなので、車がないと何にもできないみたいな。よくわかります、その気持ちは。地域ですね。なのでもうほぼ毎日運転してます。あ、いいですね。もう好きなんですよね。車乗って好きな音楽聴きまくるっていう時間が好きなんですよね。いやー、楽しいですよね。でもね、ちょっと YouTube 始めてから、はい、YouTube の音声を確認するのにドライブ中に聞くみたいな、もうなんか作業みたいになってきてるとこもちょっとあってなんかね、そういうのがちょっと今ありますね。あれこれないな、ちょっと引いてみて、あと2個あるはずなんですけどね。あーごめんなさい、ミントさん見つけちった。え、あります？1個見つけちゃった。ごめん、これは僕が得だったな、画面的に。なんだろう、ここにありました。あ、ほんとだ、やったー、見てたのにくそー、見てたでしょ。いや文字見てたんですけど、結構でしょ、全然気がつかなかった。まあこれがどれだけ日々異変と戦っているかの違いですかね。あー、やはりちょっとスタンスがあれですね、危機感が違いますねこっちは見つけないと殺されますからねいや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 、そんな世界線で生きてたんですね。そんな世界線でやってますからね、あのゲームは。危ない危ない。でももうわかんない、あと1個。わかんないな。多分この裏側怪しいですよね、裏側から見えてないところの。確かにね、この辺のカートとか。なんだ、いやー、今のところ異常なしです。なしですか。なんかここ気になるよみたいなあったら言ってくださいね。はーい。なんかこの入り口のキャンディーみたいなあるじゃないですか。これ一生懸命見てたんですけど、全然異変なくて。いや確かに一緒なんすよね、色味もね。違うか、ほな違うかほな違いますな。はーい。まあ飴はたくさんいくらあってもいいですからね。こんないくらあってもいいですからね。いくらあってもいいですからね。なんだ、そういえばミントさんって、いやこれは結構、はい、一緒に誰かとゲームやって配信したりとかってあんまりしないんですかね。あんまりしないですね。知り合いの配信者さんで、こうなんていうんだ、トーク企画とかをよくやってる方がいらっしゃって、そこに出させてもらったりとかはあるんですけど、あ、僕ね、ゲームを誰かと、そうですそうです、いいですね、誰かと一緒にゲームをやるみたいなのは、ほぼないですね。トークが得意なのは強いですよね、配信してると。そうですね、別に私はそんなトーク得意ではないんですけど。いやいや、めちゃくちゃ達者ですよ。いやいやいや、そういうのメインでね。いやいやいや、達者ですそうですか、ご了承しときますね。そう言っていただけると嬉しいんですけど十分達者ですよ。いやー嬉しいですね、それはすごいなーって思ってますよ、いつも。まあでも、やっぱり一番の武器は、まあ、これはもう皆さんから言われてることやろうけど、声質って大事だと思うんで、実況とかってね。あー結構ね言っていただくことが多くて、私は。いやめちゃくちゃいいですね、武器です。いやとても嬉しいですね。羨ましさしかないです。もうおじさんのような声になってくる。あ、自分ってね気づかないですもんねはい、自分では全然そんな風に思ってなかったんですけど。いやいいですよ、マイクラの動画を出して、で結構コメントでなんか声かわいいみたいに言ってくれる人が多くて、ああそうなんだみたいな。いや実感していっていただきたい。これ今ちょっと思ったけど、こんだけ探してないってことは上から見ないとないようなものがあるのかな。ゴミ箱の中とか。あ、ゴミ箱の中とかね。レジとかこことか見えないですもんね。確かに。実はこういうところにあったりするのかいやでも本当にめちゃくちゃいい声ですよ。いやありがたいです。なんかそういう風に言ってくださる方が多いんだなと思って、とてもありがたいですね。マジでほとんどの方が言ってくださることだと思いますよ。まあ大体ね、6割、絶対3割は嫌いってやついるんで、どうやったかって。もうどうやってもいるんで、それは。でも、それが6割なり7割がね、好きって言ってくれれば。でも言ってくれるような声質ですよ。いやー、とても嬉しい。何？見つけました。やめて、今褒めてるとこなんだから。ちょっと遠慮して、10秒待って。褒めていただいたんで、ちょっと冴えたかもしれません。マジ？全然わかんない。はい、この画面だから見れました。この上から画面だから。はい、今、こう上から見て気づきました。マジ？全くわかんないんだけど、はい、それ言われても。いやー、ちょっと褒められて伸びるタイプなので、私は、ちょっとさえ渡ったかもしれませんね。イラッとした、今。ネタ褒めしていただいた。絶対褒めんとこう、今後。何まだわかんない。この車止めの、黄色い線の。ほんまや！くっそ！見てたのに。これ横から見てもいや、横から見たら分かりづれえな。本当だ、逆だわ。これ、分かってないと、横からじゃ無理ですよね。いや、すげえ。増えた。増えましたよ。こっち側のテリトリーが。難しそうだな。ねえ、店内が出てきましたね。こんぐらいで見ようかな。絶対に。争奪戦ですね、これは。絶対に見つけさせないという気持ちね。意外に引いた方が見えたりするかもしれないですね、でも。確かに。いっぱい並んでますからね、ものが。並んでますね。こういう時こそ近づけよってなりますけども、ちょっと一旦引きで。ものすごい量の箱を運ぼうとしてる男の人がいますけど。どこあ、確かに。野菜の手前に。いますね、いますね。これ崩れる2秒前みたいな感じですね。そうですね。マジで崩れる2秒前ですね、あれは多分。こっちは、ないか。まあ、近づきましょうか。ちょっと横から見つつね。そうですね。まあ、こういうとこ絶対怪しいもんな。ただ、明らかに違うようなものは今のところ、ないですね。見つからない。棚とかは怪しいかなと思うけど。怪しいですよね。ちょっと待てよ。トークデッキ引っ張り出さないと。なんかねえか、トークデッキ。これ一生懸命探しちゃうから、ありました。何？よし。なんだ、どこだ？この手前のディスカウントって書いてある棚の一番上、はい、ディスカウントっていう書いてある棚のこの手前側の一番上が1個少ない。本当だ、くそー。こんなめちゃくちゃ見えるところ。イエーイ。あんまりね、僕こういう穏やかなゲームで悔しがることないんですけど、あ、本当だ、見つかったねーとか言うんですけど、はい、今日はすごく悔しい。いやー、もうそんなことは意に介さず、噛んだからダメ。もうそんなことは意に介さず、もうガンガン攻めていきますんで。カットしませんよ。編集でちょっといい感じにちゃんと言い直したんで、編集で作れるように。「意に介させた」って言ってましたねってもう一回言っときますからね。ダメか。ダメです、却下です。これでも本当に落としそう。はいはい。全然関係ない話なんですけど。いいですよ、関係ない話をいっぱいしてください。気を散らして、気を散らして。私今年に入ってコロナの検査を2回やってるんですけど。はい、今年に入って。その時に、そうなんです。で1回はコロナで、はい、もう1回はただの風邪ですねみたいな感じだったんですけど、いや、その時にコロナの検査ってちょっとこうなんか外でやったりとか、隔離された部屋でやったりとかするじゃないですか。したことあります？コロナの検査って。ありますあります。でなんか私が、うん、受けたところは病院の外裏庭みたいなところで検査をされたんですけど、うん、テントみたいなやつの中で、うん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 、看護師さんがやってくれて、はいはい、じゃあ検査するからねって言われて、でその鼻に長い綿棒を入れるじゃないですか、うん、はい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 、その綿棒を入れる直前にうん、2回やるからって言われて、うん、2回2回ってなってでもその時コロナとインフルエンザ両方やろうねって言われてたから、あ、じゃあ2種類やるんだと思って、うんうんうん、その綿棒を 2種類入れるのかなと思ったんですけど、はい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 、まず右の鼻をやられてうーってなるじゃないですか、うん、奥の方までで痛い、はい、痛いってなって、じゃあはいじゃあ一息ついてもう一回行くからねって言われて、その、うん、今使ったやつを左に入れようとしてきて、うん、なんで今それ右の鼻に入れたやつですよねって今入れたやつ1回でいいんじゃないかなって思いながら、でももう入れてくるから、うん、なんか2回入れられて、はい、なんでってなりながら2回やられました。その検査って大丈夫なのかな、結果的に正しい結果が出るんですかね。普通片方1回ですだけですよね。いやだってね、両方の粘膜確認しないといけないわけですもんね、普通に考えたら。なんで2回入れられたのかなと思って。ミントさんなんかイラッとするようなことしたんじゃないですか、その看護師さんに。腹いせでこいつ腹いせで2回やられました。綿棒入れたるからなみたいなやられたんじゃないですか、右と左と。いやだから、なんか最近になって検査の方法変わったんかなみたいな。でも僕も最近ではやってないっていうか、多分今年入ってからとかやってないからそうかもしれないですね、もしかしたらね。いやでも今年に入って、うん、その2カ所違う病院でやったんですけど、うん、1カ所は普通でした。普通でした。片方だけでした。どちらが。いやだからなんで2回入れられたんかなと思ってすごい不服でした私は。多分よっぽど何かをしたんでしょうねということで気づきました。ありがとうございます。扉か。そうなんですよね。綿棒の痛みとともにね、この悔しさも飲み込んで。そうですね。そうやって大人になっていく。ありました。何？この右の奥にある段ボールの中身が。これか。本当だ。くっそ、1個見つけたら1個見つけられる。引き離せねえ、この人引き離せねえよ、くそ、なんでだ、リードできねえ。やはりここは食らいついていかないと。いや数で言ったら多分負けてるかもしんない。今何個？あと2つです。あと2つ、このあと2つ多いな。これぜひね、視聴者さんにもここもう気づいてたよとかコメントで書いていただけるとね。そうですね、嬉しいですね。ちょっとミントさんのファンの方に怒られないかとドキドキしながら会話してますけどね、僕は。いやもうそんな全然。結構僕距離感間違うとこよくあるんで、よう言われるんですよね、距離感って言われるんで。いや全然とても話しやすくトークさせていただいてます。本当ですか。はい。お世辞でも嬉しいです。ありがとうございます。お世辞じゃないですけどね。ぜひホラーやりましょうね。お世辞じゃないですけど。はい。前向きに検討していただきます。前向きにね。絶対やらないやつ。はい、社に持ち帰って。社に持ち帰って、あそこまで結構先輩とか上司に聞かないといけないやつ。はい。そうか、自分では何見つけました。何どこ？この真ん中ら辺に見えてるディスカウントの文字がディスコになってる。本当だ。今無視してやろうかと思ったけど、これね、はい。本当だ、くそ。今、あーって言った瞬間無視してやろうかと思ったけど。くそ、無視できなかった。いや、僕ね、この電気の上になんかあるんちゃうかなと思ったんですよね。あー、確かに。でもなかった。逆に電気の下？あ、下って見えないか。くっそ、あと一個か。いやー、これは見つけたいですね。見つけたいですね。あとちゃんと見れてないのってどこだ？結構見てるつもりですけどね。ですよね。いや、野菜コーナーとかあんま見れてないのか。めちゃめちゃでかい人参が売られてますね。そうですね。まあ土がたくさんついてそうな。新鮮そうな。美味しそうだね。あ、お野菜は好きですか？好きです。あ、いいですね。僕は食べませんけどね。はい、全く？いや、もうほぼ食べないです。そうなんだ。そうなんですよ。なんなら僕ご飯食べるのもめんどくさい方なんで。そうなんですよね。何？食べることにあんまり興味が。あ、びっくりした。見つけたのかと思った。食べることにあんまり興味がない感じですか？美味しいものも好きですし、うん、観光とか行った時にみんなでこうそこのね名産というか、はいはい、そういうのを食べたりするのとかは好きなんですけど、はい、どうしても一人もんっていうか家でこうぼっちなので、ご飯ってね、自分のためだけでしか食わないんですよ。はいはいはい。そうなってくるともうなんかお腹いっぱいになりゃ何でもいいかみたいな。あー、それはでも分かります。分かります。もうね、どうでもよくなっちゃうんですよね。私も昼間一人なので、だから作らないですもん。お昼ご飯いらないかなみたいな。あ、なっちゃいますよね。はい。それが一日になっちゃうんですよ、僕。で、最終も食べねえかみたいになるんですよね。お腹は空いてるんですけどね。食べましょう。なんかね、作ったり買いに行ったりする時間がもったいなくて。なんか他にいろいろやりたいことが。そうなんですよ。なんか他にやりたいこと時間の方を割いちゃうと結局夜とかになって、ああもう出んのめんどくせえってなって、もう明日でいいかがまた次の日になるみたいな。ちょっと心配になりますね。いやいや、全然もうね、僕今配信をねとか動画をずっと見てくださってる方はお分かりだと思うんですけど、ほぼ僕病気しないんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。体調を崩すことがまずあんまないので、こんな生活ですけど。とてもいいですね。そうなんですよ。多分意外に合ってるのか、もう少し年を重ねてくると一気に来るのか。まあでも健康というか、そういう体調あんま崩さない人って結構大人になっても強いみたいな。あ、言いますね。イメージが。よし。じゃあまだいけます。いけそうですね。本当に風邪とかひかないので。でもいいことですね、それは。ね、なんか健康に気使ってるとかもないんですけどね。母親が強く産んでくれたみたいで、ありがたいことです。多分、今の生活が良いんでしょうね。多分ね、合ってるんだと思います。ちなみに、見つけました？ありました？いや、僕わかんないままなんですよ。いや、私もわからない。いや、マジでわかんない。なんで？結構。いや、おじいさんが喋ってくれてる間に、いや、私が見つけるチャンスだと思って一生懸命見てたんですけど、これね、とても難しいかもしれませんね。難しいですよ。あと1個ありますよね。あるなぁ。あと1個。重なり合って見えないようなものか。見つけた！何？あ、本当だ！くそ！やったー！言われてから気づいた。これね、この青いカートですね。くっそー、悔しい。あ、もう40分経ってました。あ、もっと経ってるか。あ、本当ですか？意外に経ってましたね。すごい楽しいですね、このゲーム。楽しいでしょ？時間を忘れてできる。そうなんですよ。めちゃめちゃおすすめなんでね、ぜひやっていただきたいんですよ、皆さんにも。はーい、見てる方もぜひ、私もチェックします。ぜひぜひ。じゃあちょっと、はい、せっかくなんでラスト行ってみますか。はい、いやラストあったかな、はい、ステージどこまであったっけな。あ、まだありました。あ、夜の部です。ちょっとホラー感ありますね。ああ、ここでホラー感を出してくる作戦だったということでしょうかね。いや、これは偶然です。ちょっとだけね、こういうホラー要素っていうか、まあ、こういうシーンがあるんですよね、このゲーム。ただまあ言ってこんな感じなんで、大丈夫ですかね。あ、ね、わかりますよ。これでしょ？はい。ね。はい。これじゃあ同点ということで。同点で。やべ、近づくのが早すぎたか。もうちょっと引き離しておかないと。まあ、ざくっと見ていきますね、一旦ね。はい、ちょっと苦手そうなとこあったら言ってくださいね。ドアップにするんで。はい、メンタル弱らせていくんで、そこで。絶対言わないでおきますね。はい。ちなみに。ありました。いや、今のところは僕、見てないです。わかりません。オレンジの車の。何？もう気づいてるってこと？あ、もう本当だ。めっちゃ簡単になるやないか。これね。はい。くそ。画面の移動がうますぎたな。しくじったぜ。ホラーゲーム苦手じゃないですか。はい。映画とかもダメですか？ダメですね。全く見ない。例えばリングとか。全く見ない。あ、全く見ないですね。ああ、なるほど、見っけ。あ、よし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 。See you later の文字一生懸命見てました、今。あ、ここね。この崩れた感じね。はい。いや、こういうね、明らかなところは意外に変えてこないんですよね。確かに。やらしいですね。慣れてますね。そうでしょう。こういうところで本気出していかないと。他で負けちゃうんでね。やだーっていうの忘れてた、しかも僕。くそ。まだ馴染んでないな。やっぱこういうのは繰り返すことで習慣になっていきますからね。そうですね。見てました。え？よし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 。いや、これは気がつかないな。ここに来て。あと何個だ？あと1個。大変だ。あと1つ。ちょっとせっかくだから10個の方、まあちょっと様子見ていってみましょうか。はい。このままだと僕が一本勝ちしてしまう可能性がありますからね。いやー、ちょっと巻き返さないと。これは。ちょっと引きますか。最初ね、ちょっといい調子を出させておいてからの追い上げという。なるほど。そういうとこですね。打開ということですね。あ、ホラーとか苦手だと、暗いとこも苦手って言ってたでしょ？はい。田舎って夜暗いとこ結構多いじゃないですか。ああ、そうですね。ああ、ごめん、フィントさん。ごめん、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 ごめん。え、あった？ああ！見つけちった。いや、もうこれはあれですね。この後半戦で、巻き返してますね。巻き返すしかありません、私は。あ、ちょっとバイオハザード。いや、違うな。バックルームズ的な、感染防止の服を着たような方々がいますね。あ、ほんとだ。いや、すごいな。すごい映像だな。いや、すごいですね。宙に浮いてますね。浮いてますね。なんだ、野菜とかが。ほんとだ。臨場感がある感じですね。これは忙しいですね。忙しいですよ。会話もしつつですからね。はーい。ここが5個か。なるほど。さっきのお店と同じお店ですからね。そうですね、さっきのお店がこんな風になってしまったということですよね。ゾンビに襲われてしまったということで大変だ。このレベルなら見てて大丈夫そうですか？いや全然これはいけますね。よかった。やっぱりそのだから音楽とかっていうか効果音とかも気持ち悪いですもんね、ホラーゲームってね。そうですね、風の音だったりとか。ちょっと風の音足しときゃよかったな。キャーキャー言ってもらえたかもしれないな。デバフがかかっちゃう、ね、デバフかけていってるんですよ。いやちなみに見つかってないですまだ。あ、ごめんなさい、僕ね実は2箇所見つけてます。嘘。ちょっと僕今手を抜いてます。やばいな。視聴者さんもミントを気づけって言ってるでしょうね。何何何何何何、どこどこどこ。この手前の今のカーソルあるとこの下の方に、はい、あそこ、あここ、あもうここ気づいてなかった。やったー、すごい。じゃあプラス僕が気づいてる2箇所があるので、もう3つ見つかってる状態ですよ、はい、言ったらね。うわやばいですね。これはねもうね気づいてなかった。あと2つを私が見つけないと。そうですね、そうですね。じゃああと2つは僕は、はい、いや僕が見つけてるやつも指摘することになるのか。そっか。じゃあちょっと様子見ましょう。ゆっくり見ますね。いやもう絶対に見つけますんで。今の苦しみの声可愛かったですね。こういうの言うやつめっちゃキモいでしょ。いつも思うんですよね。いや全然そんなことないですよ。本当。いや僕言われたらキモーってなりますよ。いやこっちは苦しんどんねんっつって。ね、見つけた。見つけましたか。はい、はい、どうぞ。魚で殴ろうとしてるお姉さん、ね、こいつね強すぎるでしょ、はい、こんな絶対凍った魚。しかもこっちは多分人間側っすよね。はいね、人間側、はい、めちゃくちゃ強気やな。凍った魚ね、やっぱりこれぐらいの息がないと戦えない。は戦えないんですかね。確かに。これあと1個ですね、見つけてるやつ。そうですね。じゃあ僕まあとりあえず1個言いましょうか。これね、はい、色が違うんですよ。あ本当だ。そうなんですよ。色違いはちょっと管轄外でしたね。管轄外でした。管轄ありましたね。はい。なるほどなるほど。じゃあしゃあないですね、そこは。はーい。だって管轄外ですもんね。はーい。でもう一個僕見つけたのが、あれどこだっけな。一個ね。さっきミントさんが見つけた袋の近くの、うん、そこを見つけたんって思ってたんですけど、僕は。これね。でちなみにミントさんが見つけたこれね。はい。で画面的には多分こうなってたんですよ。そうですね。で、あもっとやったからもっと映ってたってわけですね。それが。そうで見つけたって言うからあ来た来たこれやろなと思ったらこれって言われたんで、そんなバカなってなりましたね。さあ、あと何個 ?1 個。あと1個です。ちなみにあと1個は僕も気づいてないので。はい。争奪戦です。了解しました。じゃあやっぱりこの最後の1個を見つけた方が100ポイントってことですよね。100ポイント、あ、ポイント制。そんな勝負になってたんだな。バラエティとかでよくある。あ、じゃあそうですね。最終買った人が勝ち。絶対負けねえが。これはね、気合が入りますよ、やはり。そうなってくると。いや、なんなら僕は、収録終わった後にカットできますからね。それは、強いですよね。テロップで勝ちましたって一言入れるだけでいいんだよね。この後勝ちましたでいいんでね、僕は。いや、でも絶対見つけてない。はい。おじさん。何？ありました。え、嘘！どこ？あ、ちょっと待って。こ、今映ってますか？今ね。うん。もうちょい。はい。ここだと映ってる。映ってますね。まだ気づいてません。なんだこれはですね。うん。アハ体験です。アハ体験？何？ちょっと待って。悔しい。もう見つけてるんですもんね。これは見つけてしまいましたね、私が。ちょっと待ってくださいね、ご慈悲を。なんとしても言い当てたい。なんだろう、マジでわかんねえ。なんだ？いやー、これは。見つけたら気持ちいいやつですか？見つけたら、うわーってなると思う。マジなりてー。はい、やったーって言いてー。なんだろう、本当にわかんねえ。ちょっと待てよ。私はこの、奮闘している人間チームを応援しながら、おじいさんのことも応援していますんで。本当ですか？じゃあ、はい。ちょっと10カウントしていただいていいですか？10秒。その間に探します。10。9。どこだ？くそ、絶対見つける。8。今めっちゃ目キョロキョロしてますからね、僕は。どこだな。5。アハ体験。なんだアハ体験って。4。くっそ、ちょっと待てよ。3。あ、わかった。わかっちゃった。うわ、もうちょっと粘ればよかったですね。1ぐらいで言えばよかったですね。いや、ちょっとあまりにも嬉しすぎて言っちゃった。いやー、いいところです。これね。残り3カウントで。そうです。うわー、これわからんかった。いや、ってことは僕が今、どれだって言いながらニヤニヤしてたわけですね。ここにあるって思ってたわけですね。私の視線はずっとそこでしたから。嘘がー。悔しい。これね。うわー。嘘ー。こういうマップでしたね。すごいわちゃわちゃしてるマップでしたね。いやー、よくできているゲームでしたね。はーい、楽しく遊べますね、これは。楽しいでしょう。いや、ほんと楽しいんですよ。いやー、締めますか。うわ、1時間やってますよ。もうあっという間ですね。あっという間でしょう。いや、これはゲームがね、素晴らしいので。そうですね、いいゲームですね、これは。あんまりやりすぎるとね、頭痛くなってきますけどね。集中しすぎて。そう。あと、勝負事みたいになってくるとね。もう、熱中しちゃいますからね。ぜひ、前から一緒にやってるお友達とかと、はい。ディスコードで、今みたいに画面共有とかしながら、どこだってね、やっていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい、素敵なゲームでした。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。ミントさん、なんか、はい、宣伝みたいなのありますか？宣伝。そうですね。ミントクラフトという、マインクラフト専用チャンネルで、だいたい週に1回ぐらい動画上げてますので、だいたい週1回。で、たまに配信もやってますので、よろしくお願いします。いいですね。あと、ミントチャンネルという、VTuber チャンネル的なものも、ありますので。歌見たとかもありますもんね。そうです。マイクラ以外のすべてのことをやってますので、興味ある方はぜひ遊びに来てください。そうですね。ホラーの悲鳴とかも聞けますしね。そうですね、ホラーゲームから歌から、ね、ゲーム、いろんなゲームまで何でもござれ。いいですね、何でもござれ。はい、しかも V も可愛いですしね、ピンクの髪の毛で。そうですね、3月にお披露目させていただきまして、いやー、2ヶ月かな、もうすぐ3ヶ月ってことですか？そうですね、2ヶ月。そうですね、6月の半ばで3ヶ月になりますね。早いもんですな、月日が経つっちゅうのは。そうですね。まあ今の宣伝の部分全部カットしますけども。ええー